It's happening on the other side of the crowd. Let's go. こいつはすげえな。オタク、これが何なのか知ってたりする？だよな。さすがにこんなわけわかんない現象見たことねえよな。けどさ、これなんとなく中に入れる感じしね。こらてめえら、現場に近づくんじゃねえ。そっから一歩でも近づいてみろ。まとめて逮捕すっぞ。ああ、ちなんかやかましいのが出てきちまったな。現場保存は捜査の鉄則だ。こら、そいつを乱す輩はこの伊達真紀子様が容赦しねえ。厄介なことになる前に俺はずらかるとするか。ほらそこ、動くなってんのが分かんねえのか。あ、お前どっかで見たことあんな。確かなんとかっつーハッカーチームの。やっべ、おい走るぞ。え、あ、てめえ待てこら。どうやら逃げ道はここしかねえみたいだな。ま、ものは試しってやつさ。こいつはリアルなのか、それともデジタル？どうなってんだ、異常すぎるだろこれ。まるで二つの世界が交差してるみてえだ。わっけわかんねえ。俺の頭がおかしくなったってってわけじゃないよな。けどまあ、さすがに警察もここまでは追ってこねえだろう。Yeah, but what about her? 確かに。あの勢いなら突っ込んできてもおかしくねえや。となると答えは一つだな。鬼が出るか蛇が出るか。ま、何かが出てから考えようぜ。
Yeah, we'll take it down next time. どうかしたか？おや、さっきからずっと黙りこくってるよな。事務所に状況を報告したい？つか何？事務所って。勤め先の探偵事務所？電脳探偵になったエヘンプイ？エヘンプイ？じゃなくて電脳探偵？電脳の探偵？マジかよ、すげえな。おい、なんかよくわかんねえけど、とにかくすげえな。やっぱオタク斜め上すぎだわ。いや褒めてねえし。ま、とりあえず通信は諦めるんだな。俺もさっきから試してるけど、ここに入ってからネットとつながる気配ゼロだ。デジタルウェーブの状態が不安定なんだろうな。まさかデジタルウェーブの説明を俺にさせようってんじゃねえよな。後で検索しろ、検索。んなことよりさ、さっきの電脳探偵の話、もうちょい詳しく聞きてんだけど。いや、誤解すんなよ。別に面白そうだとかやってみてとかそういうんじゃねえから。純粋な知的好奇心だよ。ただの興味本位だって。変だろ、電脳探偵。どんな設定だよ、コミックでしか見たことねえよ。まあ、本当別に興味ねえから。ちだー、やっぱ気になる、気になるわ。聞かせてもらうぞ。電脳探偵ってのはどんなだ？今までどんな事件を解決した？てかボスはどんなやつなんだ？洗いざらい。これはこの間のクーロンの時と同じ。しろよ、ふざけてんじゃねえぞ、こんな時に。何？幽霊がいた？エデンで噂になってる白い少年の幽霊？クーロンでも見た？本当か？担ごうとしてんじゃねえだろうな。
いや、オタクに限ってそりゃねえか。相当の人よしだってバレバレだしよ。それに変なもんが見えたのは確かだ。はっきり見えてるようで何も見えない。頭ん中を探られたような、何かを押し込まれたような、すげえ気持ち悪い、もどかしい。思い出せそうで思い出せない。あれは一体何だ、何の意味がある。だよな。まあそいつも進みはわかるかもしれねえよな。行こうぜ。おい、気づいているか？オタク、それでも探偵かよ。俺たちちっと前からつけられてるぜ。デジモンか幽霊か、あのお姉さんか、正体はわかんねえけどな。誰だ、こそこそしてねえで、こっち来い。おや、気づかれてしまいましたね。いやいや、こんにちは、こんにちは。おっと、そう身構えないでください。私は決して怪しいものではありません。あんた誰だ、こんなところで何してる。私はスウェードを開けると申します。神城エンタープライズの研究者でして、この奇妙な現象を目下実地調査中です。一人でか？私一人でです。いくら解明できそうな専門家が私しかいないとはいえ、助手くらいはつけてほしいものです。まったくひどい会社か。なんで俺たちを尾行してたんだ？いや、私より先に人間がいるとは思わなかったもので、少し様子を見させていただいたのです。不快な思いをさせてしまいました。それは申し訳ありません。謝罪します。いや、ま、別にいいけど。でも謝罪する気があるなら分かってること教えてよ。俺たちもこれが何か知りてえし。いや、いや、そう言われると断れませんね。くれぐれも他言は無用ということでお願いできますか？ああ、わかってる。なあ、そうだろ。よろしい。それではお話しいたしましょう。ただ、これからするお話はあくまでも私が調査の過程から導き出した機能的推論、決して結論ではございませんのでご注意を。それではまずこの空間のことからお話ししましょう。現象の内部であるこの空間、ここには特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようです。ご存知ですよね、デジタルウェーブ。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れだろ。素晴らしい、教科書通りのご回答です。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界ということになる。極めて簡潔かつ端的に表現しますと、現実世界が電脳空間化してしまっているのですよ。そのためここではあらゆるものがデータ化してしまう。人間の思念さえも
飛躍しすぎじゃないの？否定はしませんよ。同業者からも私はたびたび痛い視されていますからね。かの偉人ニコラ・テスラに例えられたこともある。まあこれについては恐れ多いので過剰な賛美として真に受けないようにしています。それはともかくご覧なさい、この内部構造の異常な造形や不条理さはまさに人間が持つ記憶やイメージなどのデータがデジタイズしたものだと直感しませんか？それらが現実と融合しこの複雑怪奇な空間を生み出した。私の推測は以上です。一つ君たちにも質問させてください。君たちはイーターと遭遇したことがありますか？イーター？なんだそりゃ。食らうもの、侵食するものという意味で私はイーターと呼んでいます。ひょっとしてあの白黒のオウムガイみたいな気味悪いプログラムのことか？まさしく。いや、イーターと遭遇して無事とは、君たちは強運の持ち主ですね。というのもイーターに捕食されるとあらゆるデータは侵食されバグ化してしまうのですよ。バグ化するとどうなっちまうんだ？構造もアルゴリズムも無秩序なデータになってしまう。まさにバグです。しかも一度バグ化されたデータはもう元には戻らない。いやはや恐ろしい。本当に恐ろしいですよ。食われたが最後ってわけかと考えられていますが、私はそうは思いません。は？あらゆるデータは復元する方法が必ず存在する。かつてあったものがなくなるなど非論理的です。形而上的な意味ではなく、ことデジタルにおいては事象としてあってはならない。ならばバグについてもしかりです。ゆえに私はイーターそのものの研究を進めている。おっさん暴走すんなって。確認すっけど、神代はそのイーターってのを知ってるんだな？そいつがヤバいってことも。いや、もちろんですから、私がこれこのように研究を。ちっ、やっぱ知ってたんだな。運営のやつらすっとぼけやがって。まあサービスはあくまでもビジネス目的ですし、秘密にしておきたい情報もいろいろありまして。まったくひどい会社ですよね。この際だ、他にも聞きてんだけど。私に答えられることでしたら何でも。しかしその前に、君たち見たところハッカーですよね。デジモンキャプチャーもお持ちだ。それに立派なデジモンプログラムも。だったら何？ズバリこの現象内部に救っているであろうイーターを排除していただきたい。ここにもいるってのか？先ほど妙な映像を見ませんでしたか？あるいは白い少年の幽霊を。あれらはイーターの存在を示すいわば前兆のようなものです。イーターの存在がデジタルウェーブに影響し誘発させている。私はこうも考えています。この現象こそがイーターの影響によるものではないかと。であれば
元凶を断つことで現象は消滅するはずと、この推論を裏付けるために君たちの力をお借りしたいわけです。はい。あんた、あれの研究してるんだったら、なんか秘密兵器的なもん持ってないの？潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか、捕獲して中に閉じ込めたりできるボールとか。妙に具体的ですね。いや、現在のところイーターへの対抗手段はデジモンプログラムが最も適当です。あのプログラムにはバグ化への耐性があります。やすやすとは侵食を受けるでしょう。だな。スエドウさん、あんたを信じたわけじゃないが、あれを排除しろってんなら俺たちも望むところだ。いや、素晴らしい。ではよろしくお願いします。そんじゃな、リベンジと行くか。で、とっととまともな世界へ戻ろうぜ。ここにいるとそのうち頭が変になっちまいそうだ。ん？いや、私はここで待機していますので、他に質問などあればどうぞお気軽に。まともな世界ですか。それは一体どこにあるのでしょうかね。お、これがオタクの言ってた幽霊。こっち見てるぞ。消えちまいやがった。なあオタク、あいつが誰か知ってたりする？うん、まあ気のせいだよな。おっと、お出ましだぜ。あのおっさんの推論ってのが正しいなら、こいつを倒せばこの妙な現象が消えるわけだな。え？けどここが消えたら中にいる俺たちはどうなるんだ？ We gotta do it。 大便ありがとうさん。大丈夫、俺に任せな。そりゃ！せ
どうだ。ここは新宿。どうやらおっさんの推論は正しかったみてえだな。イーターに白い少年の幽霊、超面白えじゃん。最高だぜ。そんで極めつけがオタク、電脳探偵。いやー、マジで面白えわ。現実なんてもんは退屈だって決めつけてたけど、存外そうでもねえのな。ま、何にせよだ。俺ちっと探ってみるわ、イーターのこと。スウェードのおっさんの研究に協力するのもありだな。あのおっさんもなんか面白そうだし。そういや、おっさんはどこだ、いるか。ああ、イーターとかより面倒くさそうだよね、ある意味。じゃ、俺とっとと逃げるわ。オタクも捕食されんなよ。またな。逮捕だこらなるほど、それは災難だったな。と同時に、これ以上ない幸運でもある。通常の調査では得難い情報を目の当たりにして入手することができた。そういう月も探偵家業には必要なのだよ。さて、今回の事件、仮に新宿迷いが事件としておこうか。迷いがとは、民族学などでいうところの異界だ。常世、霊界、妖怪の住まう領域、つまり我々の世界との境界を越えた先にある異層の異なる世界を示している。今回新宿に出現した空間はまさにそれだ。これを迷いがと呼ばずして何と呼ぼうか。ちなみに引用元は柳田国夫博士が遠野物語に記した迷いが伝説だ。興味が湧いたなら調べてみるといい。ここで重要なのは、伝承にも残されているように迷いがのような現象はたびたび発生しているということだよ。まことに羨ましい限りだが、君はそれを実際に体験した。異世界は確かに存在しているのさ。The digital world? デジタルワールド。その名を君はどこで知った？I already gave the details in my report. そうか。白峰ノキアの依頼の後、直接新宿へ向かってもらったからな。報告を聞きそびれていた。デジモンは人間が生み出したプログラムなどではなく、異世界から来た知的生命体だったと。無論私は信じるよ。デジタルワールドについては私も少しばかり。いや、ひとまずデジタルワールドのことは置いておく。
今解明すべき謎ではないからね。新宿迷いが事件に話を戻そう。実は君が助手になる少し前から新宿近辺で不可解な現象の絡む事件が増えていた。君を見つけたのが新宿、そして今回迷いが事件が発生した。いずれもデジタルウェーブ以上に端を発していると私は推測する。現在新宿のみならず都内全体の主要都市でデジタルウェーブの状態が不安定化している。我々の生活に支障をきたすレベルではないので誤差の範疇として感化されてはいるのね。問題は不安定化している状態ではなく、なぜ異常が発生しているのか、その要因にある。自然現象か、あるいは人為的な干渉か、もっと異質な、そう、超常的な現象か。実に興味深い事件だ。今後も調査を続行するとしよう。ところで君と連絡が取れなかった時間を有意義に活用してね、新しいブレンドを発明してみたのさ。君が成果を持ち帰ってくることは予測していた。初歩的な推理でね。ご苦労様、見事な活躍だった。つまりはご褒美だ。早速ご馳走しよう。実は会心の出来と自負しているんだ。君は信じられるかい？コーヒーとヨーグルトと海苔の佃煮が奏でるハーモニーの奇跡を。